のふるさと愛、憧れの人と同じ21歳で世界の頂へ、琉球の誉れ高き青年、具志堅用高のまな弟子、志賀大悟、25年ぶりの夢に向けて歩き始めています。同じ沖縄出身の具志堅用高さんに憧れて16歳で始まったボクシング人生です。高校卒業後、具志堅会長にスカウトされ上京しました。誘惑の多い東京の欲望にも負けず、ひたむきにまっすぐに歩んできた道です。練習はきつかったし、休みもないし、でもハードワークを3年間ずっと続けてきたから今がある、そう比嘉は話します。他の誰よりやってきた自信を持って上がる初めてのタイトルマッチのリングです。中学3年生の冬、テレビで見た具志堅さんに憧れてボクシングを始めました。試合に勝つと体調が笑顔になってくれるから、あのいつもご飯を食べている時のあの優しそうな笑顔を見たいから、今日も比嘉はその胸に勝利を誓います。もちろん白井具志堅ジム創設23年目、初めての世界チャンピオン誕生という夢を背負います。さあ、ボクシングに一途な21歳の青年が、人懐っこい愛されキャラの島内が沖縄の新しい歴史を作りに行きます。25年ぶり、第5の夢は陽光の夢、第5の夢は沖縄の夢、四半世紀ぶりのチャンピオン誕生へ、つかみ取れ志願地の夢。比嘉大悟、いよいよ世界タイトルマッチ、初めてのリングに上がりました。今日の比嘉の対戦相手エルナンデスですが、昨日の計量で 200g オーバー、はかりの上でベルトを失って全チャンピオンとなりました。これによって今日のタイトルマッチは比嘉が勝てば新チャンピオン誕生、エルナンデスは勝っても王座につくことはできないという一戦になりました。まあ、ただ西岡さん、はい、比嘉は勝てばチャンピオンという、ね、条件は変わりませんからね。そうですね、だからこの試合に集中してほしいですね。はい、まず両者がコールを受けます。赤コーナー全チャンピオンのまずはエルナンデス、 WBC 世界内級チャンピオンファンチョリートエルナンデス。かつて井岡一人との対戦も経験もあります。ベルトは失いましたが、その力は本物、ファンエルナンデス、メキシコ。青コーナー指名挑戦者、112パウンド、白井具志堅スポーツジム所属、日本人初の全勝全 KO 世界王者を目指す、ここまで12戦全勝オールノックアウト、現在一度道中の第42代オフィニー東洋太平洋フライ級チャンピオン、 WBC ユース世界フライ級チャンピオン、WBC 世界フライ級第1位トップコンテンダー、比嘉大悟。大歓声にかき消されます。指笛も飛んでいます。沖縄から25年ぶりの世界チャンピオン誕生へ、比嘉大悟です。 WBC 世界フライ級タイトルマッチです。この試合はレフェリー、カナダのジャック・ウッドバーン、アメリカのアラン・クレブス、同じくアメリカのマウロ・ディフィオーレ、サバクレフェリーはアメリカのビッグ・トラク・リッチ、以上のレフェリージャッジで裁かれます。さあ、25年ぶりの沖縄の夢をつかむか。WBC 世界フライ級タイトルマッチが始まりました。リングの中央、青と黄色のトランクス、リングシューズです。こちらが日本21歳、沖縄出身の比嘉大悟です。対する黒いトランクスが前チャンピオン、ファン・エルナンデス。飛び込んできたのがエルナンデスです。非常に西岡さん、はい、比嘉は攻撃的なボクシングが持ち味ですね。そうですね、前あのファイタータイプの選手ですね。はい、一方エルナンデスはこうして足を使って、ジャブをついて、左フックが武器、来ましたね、アッパーが、はい、アッパーも四角から飛んでくる、非常にうまいですね。そして今ガードの上ですが、左のフック来ました。
ダメージ2つに注意ということですね。パンチはその2つで、あとはフットワークですよね、はい、止まらないですね。なお今回はメキシコ製の8オンスのグローブが使用されています。この影響どうでしょうか。まあ、この8オンスレイジスっていうのはね、あの比嘉選手にとって有利ですよね、はい、少しグローブが薄いと言われています。そうですね、それだけ破壊力も増していきます。ただ比嘉とすれば打たれればそれだけダメージが積み重なっていきます。あ、山中さん立ち上がりですが、やはりエルナンデス足をフットワークを使ってきますね。まあ、そうですね、これはもう終始足を使い続けるでしょうけど、はい、決して手数は少なくなく、もう足使ってるなと思ったらすぐパンチも飛んでくるんで、やっぱフックなんかは本当に気をつけないといけないですね。この攻略は簡単ではありませんね。比嘉も追いかけていきます。まあ、もちろんこのフットワークのいい前チャンピオンに向けて、白井具志堅陣営も、まあ、リングカットと呼ばれるフットワークで追い詰める、こういうトレーニングを重点的に行ってきたそうです。そういうのが西岡さん出るといいですね。そうですね、あのジグザグに攻めるということだと思うんですよね、はい、こういうふうにコーナーに追い詰めていく、その形で左を出していきました。まあ、得意のエルナンデスのアッパーでしたね、はい、西岡さん、メキシコ人との対戦たくさんあると思いますが、はい、角度が独特といいますが、はい、あの左フックなんていうのはこう描いて外側から飛んでくるんですね、はい、ですから前に立っていると一回視界から消えるんですよ。そうなんです、はい、でかわしたと思ったら遅れて飛んでくるんですよ、はい、手数は多いエルナンデスです。そのあたりが西岡さん、比嘉もガード固めながら距離を詰めていますが、まあ、1ラウンド目ではまだあのエルナンデス当然スタミナありますし、はい、こうプレッシャーをかけながら、ボディからスタミナを奪っていきたいですね。あ、そうですね、あの比嘉大吾を育てた乃木ジョージトレーナーもやはり第1ラウンドからボディを叩いて失速させたいという話はしていました。左アッパー強烈ですが空を切ります。今度はフェイントを入れての右ストレート、エルナンデスです。前チャンピオンです。まだ第1ラウンドの3分間の中で比嘉大吾は捕まえきれずという展開の3分間になりました。足を使ってフットワークを駆使して、さあ逃げるチャンピオンを捉えることはできるでしょうか。沖縄出身の比嘉大吾の初めての世界タイトルマッチ、その最初の3分間が終わりました。これまでプロに来て12戦12勝 12KO、 全ての試合をノックアウト勝利。片浦には具志堅両校会長が今アドバイスを送りました。さあ第2ラウンドを迎えました。山中さん、はい、どんな印象ですか。そう、まあ、1ラウンド目から、やはりエルナンデスは、スムーズな足の使い方ですね、はい、また入ってくるところのアッパー、はい、本当に気をつけないといけないですね。山中さんも前回の防衛戦メキシコ人ボクサーでしたかね、はい、まだタイプは違いますけどね、はい、さあ西岡さん、この前チャンピオンをどう追い詰めていくかという戦いになりましたが。そうですね、やはりプレッシャーをかけてエルナンデスを疲弊させることですよね。疲弊させることですね。長い戦いになるかもしれませんが、ただ今日はメキシコ製のグローブ、比嘉のあの一撃が当たればその瞬間試合が終わります。さあ左を伸ばしていく。比嘉はもう全てのパンチにパンチありますからね、はい、右も左もパンチがあります。はい、どうぞ。チャレンジャーサイド比嘉サイドですけれども、乃木トレーナーはですね、言っていたんですが、まあ、左フックが非常にいいので、その左フックとそれからボディを狙っていきたいと。それから本人の話によりますと、これは捕まえられると手応えをつかんだそうです。そうですか。比嘉第5サイドにはコーナーリポート鈴木義彦アナウンサーです。対するエルナンデスサイドですが、比嘉のプレッシャーまだそれほど想定内であるという話をしています。体の動きは上々だという話です。わかりました。木村拓也アナウンサーコーナーリポートです。西岡さん、はい、比嘉は捉えられると見てるようですね。あ、その自信素晴らしいですね、はい、山中さんどう感じますか、この気持ち。まあ、あの自分の感覚っていうのが一番大事なんで、はい、そう思えるってことは本当にいいことですね。ボディから崩すっていうのが一番のベストかもしれないですね。そうですね、まずさあとここは強烈なボディからアッパーのコンビネーション、エルナンデス。比嘉のボディを一発ガードの上でもいいですから入れると、比嘉、まあのパンチ力を警戒すると思うので、はい、まあ、どこかあの肘の上でもいいので入れたいですね。クリマ、エルナンデスはまだ比嘉のパワーというのは感じてない。まだちょっとブロックの上でもまだ感じてないんじゃないですかね。足使いながら前には出てきますもんね。さあ比嘉も一発当たればという中で手数、あ、さあ左入った、あれが、これが比嘉大吾だ。立ち上がりました、エルナンデス。たったの一発、左でダウンを取りました。さあ
決めれば日本ボクシング史上初めてのパーフェクトレコードで世界の頂に上り詰めます。決めるか第2ラウンド。第1ラウンドで感じた手応えがあります。高校1年生で始めたボクシング、アマチュア時代は国体8位というのがベスト8というのが精一杯の成績でした。それがプロに来てたったの3年、今間もなく世界の頂をつかまんとしています。慎重にいきます。比嘉左フック、この左でダウンを取りました。第2ラウンド終了。しかしこのラウンド比嘉大吾左でダウンを取っています。さあ比嘉大吾が奪ったダウンシーンもう一度ご覧いただきましょう。これに翔さん、あんまり体重乗せてないような、そうですね、出てきたところに左フックを合わせたパンチですね。左を得意としている山中さん、いかがでしょう。いや、タイミングがすごくいいですね。タイミングが良かった、はい、この力んでないパンチというのもタイミング良ければ倒れますし、そうです、効きますから。さあ沖縄に25年ぶりのボクシング世界チャンピオン誕生という夢に向けて、その時は近いかもしれません。飛び込む左、すごいカウンターですね。今ダウンを奪った後の西岡さん、比嘉の戦い方ですがどう見ましたか。もう少しね、手を出してロープ詰めたかったんですけど、はい、でもプレッシャーはかかってましたね。非常に骨格も太いそうですね。この辺りの広背筋と僧帽筋が盛り上がった比嘉、それから腹筋は8パック8つに割れています。そうですね、まあ、上半身も、まあ、下半身もすごい発達してますよね。そうですね、まあ、こちらは乃木ジョージトレーナー、内藤大輔のパートナーも務めて現在も八重樫明のフィジカルトレーニングを担当していますが、この辺りの厳しいトレーニングを比嘉は3年間休むことなく続けてきました。エルナンデスの戦い方に変化はありますか。いや、冷静ですよね。冷静ですか。足を使って、まあ、どんな時も自分のボクシングを変えないっていうのを徹底してますね。今日がプロ40戦目という的を絞らせないステップワークが武器です。右を返してきます。山中さん、少し距離を縮めるシーンが増えてはきましたが、はい、そうですね、比嘉君の追い方は徐々に良くなってきましたね。良くなってきましたね、はい、左のジャブでも、それから山中さん、ストレートのような威力があるように見えるんですが、そうですね、先ほどのダウンもまだ勢いとつけるという意味では良かったですね。さあ距離が詰まればその時、その瞬間、比嘉が一気に試合を決めそうです。エルナンデスね、ポーカーフェイスなんで分からないんですけど、はい、プレッシャーね、感じてますよ。感じているかもしれませんね、はい、昨日の計量では 200g、 たったそれだけでベルトを失いました。ただエルナンデスのボクシング人生はこの後も続いていきます。少年の頃は貧しい家庭に育ったそうです。その貧困を一変させたのがボクシングだ、そうエルナンデスは話しています。だから戦い続ける理由があります。その30歳のプロ40戦目というこのテクニックをなぎ倒していきたい比嘉大吾。フェイントを入れながら比嘉、クリーンパンチというのはまだ西岡さんもらってないですね。比嘉はそうですね、しっかり見えてますね、はい、至近距離で左を放っていきます。また左を伸ばしていきました。ポーカーフェイスです。エルナンデスも表情は変わりません。かがめながら左入っていきます。これスイッチにしますけど、右構えの時の方が怖いですね。今左構えになりましたね、エルナンデスが、はい、で右構えの時の、フックアッパーの方が怖い、の方が怖いですね。そうですか。もともとサウスポーには苦手意識があったという比嘉ですが、この一戦に向けてサウスポーのとのスパーリングも多く積んできて、今では苦手意識は消えました。スイッチをしても今ご覧のように左構えに変わっても比嘉が動揺することはありません。さあ第3ラウンドが終了しました。ここまでの戦いをリングサイドの香川さんは、はい、どうご覧になってますか。1ラウンドエルナンデスの左は猛烈でシャープでボディも食って反応できないかと思いましたけど、はい、いや2ラウンドよく左をカウンターで合わせました。もう一気に興奮しましたね。もう本当に40年前の具志堅選手が福島からタイトルを取った試合を彷彿としました。そうですね、もうこの後比嘉選手には行ってもらいたいですね。アッパーの精度が少し落ちてきたんでエルナンデスが、あ、そうですか、はい、あとはガードでなく、左フックを比嘉選手が合わせてほしいですね。この後は勇気を持ってエルナンデスの左に対して楽しみです、はい、それから香川さん、比嘉の入場シーン心震えるものはありませんでしたか。いやもうね、僕初めて冠両氏のテーマをね
生で聞いたんですよ、はい、もう具志堅選手が試合をするような錯覚に陥りました。そうでしたか、はい、それがフジテレビで中継という、もうなんだかわけのわからない状態になって、もう本当に感動しました。涙が出そうになりました、はい、大興奮が伝わってきますが、西岡さん、はい、ちょっとエルナンデスのアッパーが衰えてきたという香川さんの見方もありますが。そうですね、はい、ただ注意はしたいですよね、うん、注意しながら、しかしね、比嘉のパンチに警戒を強めてるんじゃないですかね。あ、これワセリンがちょっと多く塗られていたということで一旦試合が止められました。第4ラウンドの戦いが始まっています。 WBC 世界フライ級のタイトルマッチ、比嘉大吾が第2ラウンドにダウンを奪って迎えるこの第4ラウンドです。さあ飛び込んでいく比嘉、この辺の動きは山中さん、まあいつも通りいい追い方ですね。さん、はい、あの比嘉サイドですけれども、やはりあの具志堅会長はですね、相手は足をよく使ってくるしパンチもあると、ですからあえてここはまだまだ急がないようにというふうに一層気を引き締めてましたね。そうですか、39戦36勝 26KO ということで、この階級にしては KO 率 66%、 エルナンデスは高い数字を持っています。慎重にという白井具志堅陣営です。ただその荒ぶる魂を抑え込むことはできるでしょうか。比嘉、具志堅会長が話していましたが、やはりチャンスと見たときに畳みかける、チャンスを逃さないぞという沖縄魂が歴代の沖縄の世界チャンピオンにも相通じるものがあるという話をしていました。頭が当たったでしょうか、比嘉は当たってないよというアピールをしていますが、まあ、そもそも計量を失敗した時点でベルトを失っている、そのあたりに苛立たしい思いを、気持ちを切り替えて挑んでいるこのタイトルマッチ、比嘉大吾。あ、今のボディですね、ボディに来ましたね。一つ西岡さんがポイントに挙げていたボディです。はい、これで動きを封じ込めたい。さあアッパーが飛んできますが、左のジャブ2つ、今度はサウスポーの構え、またオーソドックスに戻ります。左フックからアッパー、山中さん、やはり攻撃は多彩ですね、エルナンデス。多彩ですけど、しっかりとガード固めて見れてますね。見て見えてるんですね。見えてると思います。左の相打ちになりました。比嘉は初めてのタイトルマッチですが、西岡さん、落ち着いてますね。冷静にボクシングできてますね、まあ、セコンドの指示に従って、はい、焦らないっていうのもちゃんとできてますね。まだプロボクサーになって4年目に入ったばかりです。ボクシングを始めてまだ6年。おっ、これはスリップでしょうか、ボディが効いたのか。フットワークを使いますが、比嘉はまだ焦りません。今打たせて左を狙っていきました。その瞬間はいつ訪れるか。左を伸ばす、スリーランを一つ奪っています、比嘉大吾。ほとんど体重を乗せていないようなタイミングのいいパンチでした。比嘉が体重を乗せて思いっきりパンチを放ったとき、これまで立っていた相手はいません。残り10秒になります。第4ラウンド、追いかける比嘉大吾、フットワークを使って距離を取る前チャンピオンのエルナンデス。第4ラウンド終了、比嘉大吾の戦いはまだ続いていきます。第4ラウンドの比嘉の戦い方です。カウンター気味に左をもらいながらボディを放っていったというシーンでした。このあと第5ラウンドを迎えます。WBC 世界フライ級のタイトルマッチです。第4ラウンドが終了した時点でオープンスコアリングシステム、これまでの採点が発表されましたが、ここまでは2対1で赤コーナーのエルナンデスリードということになりました。サブハダウンを取った。そんな数字は関係なし、当たれば倒せる、それが比嘉大吾というボクサー。今日2つ目のダウンを取りました。また立ち上がったエルナンデス、ダメージはどうでしょう。いや、ありますよ、ここ攻めたいですね。さあ行くか、先ほどは自重した比嘉、ボディーブロー、ここはしつこく行ったです。追い詰め
げるステップワークを練習してきました比嘉。まだ右が上がる、危ない右が飛んできます。いや、まだ行きませんか、比嘉は慎重に行きます。ちょっと今の右は怖かったですね。これから右がパン、左から右ダブル。いきなりの右は西岡さん初めて見せましたか、ストレートは。そうですね、タイミングで飛んでくるのでちょっと今のは分からなかったですね。ただ今山中さん、エンナテスもホールディングしてちょっと嫌がってる素振りはあります。いや、もう明らかに嫌がってますね、はい、これはコンビネーション出したいですね。出すためには、ね、出すためにはボディも必要ですから、ね、はい、右から飛び込んでいきます。右が返ってきます。さあ、やってきたことを出したい比嘉。右が来ます。あ、ちょっとローブローです。さあ、もう一つくぐりながら隙を見つけに行きます比嘉大吾。あ、いいですね、嫌がってますね。こうしてクリンチあるいはホールディングをして嫌がっています。時間を稼ごうとしますが、今口頭の注意が与えられました。あまりしつこくしますと減点になります。4ラウンド終了時点でのここまでの採点は2対1、赤エルナンデスリード。あ、いいですね、今の詰め方。左右のパンチを出しながら、あ、これも行く、いいですね。右ボディアップ、ね、ここで押す、効いています。あ、ダウンだ、いや、スリップだ。ボディが効いていますね。効いてます。さあ、倒せそうです。あ、口が開きましたね、エルナンデスの口が開きます。口で呼吸をしています。苦しそうです。独特の間合いの詰め方をします比嘉。おー、ナイス、ストレート。あ、もう効いてます、効いてます。行く、具志堅スタイルだ。倒れかけた相手をアッパーで突き起こしに行った、あの具志堅スタイル。反則スレスレでエルナンデスは時間を稼ぎに行きます。ここで第5ラウンド終了。このラウンド2つ目のダウンを取った比嘉大吾です。比嘉大吾のダウンシーンご覧いただきましょう。奪ったダウンはこれ、先ほどとは違ってこう飛び上がるように打っていきましたが、思い切って踏み込んできましたね。この思い切りの良さ、山中さん、比嘉の魅力が詰まった試合になりました ね、はい、そうですね。エルナンデス相手にしてもしっかりと当てていますね。おそらくこのエルナンデスを仕留めきれれば、世界に比嘉が追い切れない相手はいなくなります。それだけの相手です、前チャンピオンのエルナンデス。ユータルコーナーに攻めながら左、初のダウンはいずれも左で奪ってきました比嘉大吾。打たせて打つ、そしてボディから最後は右アッパーだ。右アッパーで世界を取ったか。立ち上がれるカエルなんです。立ち上がります。この試合3度目のダウン。まだ試合は続きます。エルナデス足に来てますよ。チャンスです。今勝負行くべきですね。今こそ沖縄魂、注目。狙わないで手を出したいですね。コンビネーションですね、はい、左のジャブ、得意のパンチの一つです。左ジャブ、右から左、合わせて打つスタイルもあります。あのアッパーに右のフックを合わせる練習もしてきました。左カウンター、詰めた詰めた、逃げます。エルナンデス決めました。ボディガードの上から、これも距離を詰めたボディブロー。何度も何度もチャンスは訪れます。狙っています。比嘉大吾ツーで距離を取ってくるエルナンデス。フィニッシュの瞬間はどうか。右アッパー、ナイス。ちょっと足に来ています。エルナンデス潜り込むような右アッパー。今日は左で2つ右で1つ、ボディブロー効いている。ボディ取ったでしょう、取ったでしょう。25年ぶり、まだ立ち上がります。2つ目のダウン。この試合は WBC ルール、フリーノックダウン制です。立ち上がれば何度でも試合は続行します。
ナイスボディ。来た来た、投げ倒した。沖縄に生まれた新しい風が沖縄の新しい歴史を作る。立ち上がったエルナンデス。しかしもう虫の息。さあ行け、いかないぞ。残り10秒、左を伸ばす、右ストレート、また打った、取りました。新しい沖縄生まれの世界チャンピオンが25年ぶりやりました。おめでとう比嘉大吾。そして今具志堅会長、白井具志堅ジム悲願の世界チャンピオン、その夢を比嘉大吾が果たしました。その瞳からは瞳が涙がこぼれているでしょうか。よくやった。まだ具志堅会長に笑顔はありません。沖縄初の世界チャンピオンが具志堅陽光さん、国体ベスト8。あ、具志堅さんは笑顔ではありません。具志堅陽光の瞳にも涙。具志堅さんと同じ21歳で世界王者になるという夢が叶いましたね。そうですね。山中さん、はい、今日の戦いを振り返っていかがでしょう。いやもう少しやっぱ苦戦すると思ってましたけど、はい、序盤からエルナンデスにあれだけパンチを当てれるんですから、もう本当に大したもんです。楽しみなチャンピオンがまた一人生まれました ね、 今後も楽しみですね。はい、ただいまのレフェリービッグドラクリッチが具志堅陽光さんの勝った後の笑顔、いつもボクシングジムでは非常に怖い目をしているそうです。その具志堅さんの特集番組を見て、ずっとバラエティ番組に出ている沖縄出身の面白いおじさんと思っていたそうです。ただあの具志堅さんのあの獲物を狙うような瞳を見て、自分もいつかは世界チャンピオンになりたいと思い、ボクシング人生は始まりました。比嘉大吾がやりました。今乃木ジョージトレーナーにベルトを巻いてもらっています。あ、ちょっとおめかしする余裕も出てきました。まあ、西岡さん、体を見れば一目瞭然、厳しいトレーニングを非常に苦で積んできたんでしょうね。そうですね、まあ、ボクシングのトレーニングもそしてフィジカルのトレーニングも本当毎日頑張ってきた結果がこうして報われて、はい、本当もう感動しますね。まあ、具志堅陽光さんは13回の防衛記録を持っていますが、どんなチャンピオンに西岡さんなってほしいですか。これで KO で世界チャンピオンになったということは、13連続全 KO 勝利、日本ボクシング史上初めての快挙。いや、すごいですね。比嘉大吾が成し遂げました。 WBC 世界フライ級新チャンピオン誕生。今乃木ジョージトレーナーと抱き合います。厳しいトレーニングを乗り越えて掴んだ栄光でもあります。まだね、それから山中さん、西岡さん、具志堅さんが笑いませんよ。いや、多分ね、感動をね、押し殺してこう涙するのを我慢してるんだと思うんですよ。沖縄に生まれた初めてのボクシング世界チャンピオンが具志堅陽光さんです。それから6人の世界チャンピオン、非公認を含めれば7人の沖縄からチャンピオンが誕生していますが、25年ぶり沖縄にチャンピオンベルトを持ち帰ります。一度は笑顔に変わった比嘉大吾、もう一度その瞳から涙。どんなコメントでその喜びを表現してくれるでしょうか。21歳でこのボクシングというのは本当に素晴らしいですね。応援できるというのは非常にダウンを奪った後も冷静な戦い方も山中さん、そうですね、感じましたね。これでもかというダウンを奪って打ちのめしていきました。さあ、それではその喜びの声を沖縄を含めました全国の皆さんに届けましょう。沖縄から誇り高き世界チャンピオンの誕生です。
見事 WBC フライ級新チャンピオンに輝きました比嘉大悟選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。あと本当まずこの試合を組んでくれた会長、 SGS ジムスタッフ、トレーナーに感謝して、それとこの試合に絡んできた帝拳ジム長野マネージャーと、本田会長、浜田代表にも感謝して、この試合に挑んで本当最高の結果を出せてよかったです。それと、昨日が、自分たちのジムの名誉会長白井義雄先生の、ボクシングの日だったので、本当この WBC のフライ級のベルトを取り返してよかったです。ありがとうございます。今ご自身のお話にありましたけれども、見事沖縄から25年ぶりの世界チャンピオン誕生、そして具志堅ジム、白井具志堅ジム初の世界チャンピオンになりました。いかがですか。いやもう本当最高ですね。本当こうやって試合、会長、トレーナー、選手に、ジム、具志堅ジム全員の選手に支えられて、ファンもここまで来れたと思ってます。試合中歯の支えてるあれが取れてちょっとびっくりして、うがいしたらなんかカリワがポロって取れて、今歯がちょっと裏がない状態なんで、すいません。それだけ壮絶な戦いでした。まあ、特に相手は軽量オーバーして迎えた相手だったということで、どんな思いで挑んできました。そうですね、絶対自分の軽量の姿を写真載せたら、ちょっと SNS で背中がやばいと、自分のちょっとやばいってなって、いや自分も本当は減量きつくて、1週間前にトレーナー1時間家にかけて呼んでパニック障害みたいなのを起こして、本当危なかったんで、まあ、エルナンデスはパニックを起こさない状態で200オーバーで、自分が絶対気持ち強いと思ってこの試合に臨みました。しかしその背筋にたがわぬファイトで、見事プロデビューから全試合ノックアウト勝利で世界タイトル獲得、これは日本史上初の大挙になりました。いかがですか。いや本当この試合は絶対倒して取ろうと思ってたので、日本人初の KO で全試合取ってるんで、本当この試合にかける気持ちは強かったです。隣にいらっしゃいます具志堅会長、まだ笑顔ありません。バンカーの思いだと思いますが、今どんなお気持ちですか。いや本当にありがとうございます。選手を比嘉大悟を褒めてください。しかし会長、コーナーでご覧になっていて、弟子の姿はどんな風に映っていました。本当に心配でしたよ。だけど私は信用していましたから、大悟のことをずっと、はい、世界チャンピオンになるということをその約束をしていましたから、本当に素晴らしい試合をしてくれたと思います。具志堅会長からも素晴らしい褒め言葉をいただきました。まさに戦っている最中は背中に具志堅会長の姿、冠橋が見える戦いでした。今後に向けてメッセージをお願いします。もう会長みたいな偉大な世界チャンピオンにワンも冠橋ない。ありがとうございます。ありがとうございました。見事世界新チャンピオンに輝きました比嘉大悟選手でした。沖縄に生まれた新しい世界チャンピオンは25年ぶりです。